おはようございます塚原農園ですえ今日はブロッコリーとキャベツの苗を畑に植え付けをしていきたいと思いますえ前回は白菜の苗を畑に植え付けをしたんですがえ元肥え白菜えなどと同じです縦1メートル横1メートルの面積に対して化成肥料オールチチー8号、窒素8リン酸8カリが8というあらゆる植物に使えるえ万能タイプの肥料でしたら 100グラムを目安に巻いてみてくださいあと工土石灰これも必要になります工土はマグネシウム石灰はカルシウムになります工土が10%前後石灰が50%前後アルカリ分が50%前後ですねそのあたりでしたら同時に巻いてきちんと耕していただければすぐにウネを作って当日に苗を植え付けをしても、うん、害を与える ガスなどが発生する心配もありませんので、そのあたりでしたら、とても使いやすくおすすめなので、やってみてはいかがでしょうか。初めて野菜を作られるようなところでしたら、少し前もって小石灰、アルカリ分がちょっと強い70%前後のものを、気持ち多めに一振りしてからやっていただくと、より畑が中和されて野菜が元気に育つと思います。 でえ今回ブロッコリーとキャベツなんですがいろいろな品種があると思うんですけれども植え付けをするには今がちょうど適してますはいではこちらの方種を撒いたのがえまず近春というキャベツなんですが8月15日に種をまきましたでもう一つこちらブロッコリーこれは8月10日に種をまいたものです5日ぐらい差はあるんですけれども種をまいて だいたい育つ上で少し5日ぐらい差があった場合だとしてもこの2つの野菜に関しては少しし植え付けをするのが遅れても、そんん。なに差し支えはありません前回の白菜は早く植えた方が活着が早いのでということだったんですけれども逆にこのキャベツ特にブロッコリーとかは、えー、若い苗を定食をしてより早めに 活着を促すというやり方もすごく効率いいんですがここ近年は集中豪雨ゲリラ豪雨などとても激しい大雨嵐のような風などがありますよねあまりにも早い苗を植え付けをしたりすると灰軸が折れてしまうことがありますこのブロッコリーとキャベツをあえて木のように硬い灰軸を作った苗を植え付けをした年たまたま大風強い大嵐 集中豪雨的なものが発生したんですが見事にその苗は無事に成長して収穫がすることができて逆に早く苗を植え付けをした軟弱な苗はみんな土に埋もれてしまったりダメになってしまったことがあったんですなので植え付けをするのは多少遅れても大丈夫ですはい、それでは植え付けをしていきたいと思うんですけれども、えー、こちらの方は前もって元具合は入れてあります、えー、さらに表面 トンボの冷気を使って平らにならしておきました。植え付けをする前は、なるべく全体的に平らにならすようにしてください。はい、ではやっていきましょう。えー、こちら、うねを作っていきます。また足だけでうねを作っていきます。隣の白菜など、もし植え付けをしてある場合は、例えばこの植え付けをしてある苗の真上に足を置いていただいて、一度足をハの字に開いてみてください。 だいいセンチぐらい余裕を持ってくださいでそこからさらにまた足を一歩横に開いていただきまして足をハの字にするもういつも通りのやり方です足で歩くだけで人の体重によって水を作っていきますこれだけで簡単に畝ができますではやっていきますて前を見て 真下ではなくて進みたい方向、少し三メートル四メートルぐらい前に向くとうねはまっすぐ作れます。足の間隔はなるべく意識して狭くならないようにやっていきましょう。はいはいえー、これで一度歩いてみましたがなんとなくこれだけでもうねっぽくなりましたけれどもまだ足跡が、えー、ただついているだけなのでこれでは もし大雨が降った時水が溜まってしまいますからもう一往復今度足を少し引きずるようにかかとを地面に当てた状態でこの輪だちがなくなるようなイメージでやっていただくとより溝がつきやすいですはいどうでしょうかなんとなくもう台形状の畝きれいに仕上がりましたねはい、もう一本これキャベツの畝になりますので次ブロッコリーの畝を作っていきます 先ほどつけた溝からまた同じように足を開いていただいて6 0センチこれが畝間6 0ンチになります、はい、同じようにやっていきましょうこれから育てる秋冬野菜なんですけれども白菜キャベツブロッコリー大根などなど大体の野菜は畝幅畝間6 0センチあれば大体の野菜はできます。 ここで60センチに仕上げるという癖をつけておけば、これで迷うことなく作業効率もスムーピーディに行えると思います。はい、今2往復しました。はい、たったこれだけもう1分2分ぐらいでウネは作れます。もちろん長さに触るかとは思うんですけれども、家庭菜園で育てられるようなスペースを 私は想定して苗を作ってきたわけなんですが、いかがでしょうか。あっという間ですね。でもこれは土質によってやっぱ硬いところはありますよね。ゴロ石、ゴロ土などがあるとこんな簡単にはうまくはいきません。そんな時はクワなどでやっていただければと思います。では苗を植え付けをしていきます。えー、植え付けをする時のポイントなんですけれども、今日はまた別のポイントを用意しました。 えー、大体これは連結ポットと呼ばれる、えー、ものに種をまいたものです。これ一般的に家庭菜園で扱いの多いものじゃないんでしょうか。こういったものを植え付けをする時は重いですよね。持ったまま男性の方でしたら次から次へと簡単に植え付けられると思うんですけれども女性の方では結構重いです。私ははちょっっとこれれ持っていいるのの大変なのでで下に置,いたい置きたいんですけれども 植え付けをするときに植えて、置いて、こんな感じだったらいいんです。ただ、これやっていけないことがあります。それが、こちらの方が分かりやすいですかね、まあ、例えば、こちらの方うに畝がまだあると想定してください。植えました、次、植え付けをするときに、この端を持って引きずることです。引きずると、このポットの連結ポットの後ろには、水切り穴が無数に開いているんです。 でこれよーく見てください。ここに白い根っこがわずかに出ているの分かりますか、えー、これはたまたまあまり出ていなかったんですけれども、ほとんどがこのように小さく無数に出てます。これ引きずってしまうとこの根が傷つきます。そうするとその傷ついた根を回復させようと、このキャベツが根を張らせる前に、こちらの傷口修復するために、 その舞台たちを回すんですね。なので活着が遅くなります。なので引きずるのはやめましょう。重くて引きずりたい時はこのようなトレイ、幾秒箱などに載せたままこのようにして引きずる分には根が痛みませんのでこのようにしてやるといいと思います。はい、えー、それではキャベツからやります。まず出だしのところ例えばここ、境界があったとします。ここから、えー 隣ののうちだだと思ってくださいすぐそばにキャベツを植え付けをするとキャベツはサッカーボールよりバスケットボールよりもっと大きく広がりますので近くにやってしまった場合葉っぱは警戒をこしてしまいますので出だしはもっと中の方5 0センチぐらい中に内側に、えー、からスタートするようにしてください。では苗を引き抜いていきます。 ポットのお尻をちょんと突っついて、苗を引き抜いてください。はい、でここで引き抜いた時に、この根鉢がきちんとうまく回っているもの、白い根っこ、きちんとなっているか、よく確認してください。これが黒ずんでいたり、赤ちゃけている場合は、根腐れにかかっていることが多いです。そういった場合、苗を植え付けをした場合、これだけが成長しないだけではなくて、畑の地中にある水分、地下水を通して、 全部に病気が蔓延して全部がダメになってしまうこともあります、はい、では苗を落としていきます、えーはい、キャベツの深さなんですがこちらの子供の葉っぱのハートが下をしている塩と、えー、この付け根灰軸の辺りまで土を埋めてくださいあまり浅いと台風が来た時にとこれが引き抜けてしまいます で周りから土を少し寄せてここでキュッと鎮圧してくださいこれをやるとやらないとでは全然違いますもうできればもっと土はかぶせた方がいいぐらいですこれから台風シーズンですからね今では遅い台風以前は8月9月と台風が多かったんですがここ近年は10月11月台風が多いですはい。では次カブマキャベツの間隔は これは人掃除なんですけれども、品種によって一般的なキャベツの大きさでしたら、40センチぐらい取っていただければ大丈夫だと思います。そして年をまたいで2月3月撮りというキャベツはもっと大きくなるので、45センチ、50センチぐらい開けていただいた方がより大きくなりやすいです。今回は中間タイプのキャベツになりますので、40センチ下部まで植え付けをしてきます。 で、試しにさっと土をかぶせただけと比べてみましょう。こちらはただ植えただけです。もし風が吹いたと思って、えー、風が吹いたと思ってこれ指でちょっと揺らしてみます。すごく揺れますよね。まあもっと激しいですよね。もし台風が来たら、こんな感じの状態がずっと続くわけです。これが、えー、もうずっと続くと、下の方が肺軸が、この土がヤスリとなって擦れて、 傷口ができてそれで病気の菌が入ってしまうんですじゃあこちらきちんと鎮圧をして土を寄せたものどうでしょうか上の葉っぱ揺れてますが肺軸は上を向いてますよねもう一度どうでしょうかこの違いですなのでこのように今後台風などが来ることを想定してきちんとこのようにキュッと押さえてください 成長点さえ土に埋まっていなければキャベツブロッコリーは強いので大丈夫です。 はい、こちらキャベツが植え付けが終わりましたので次ブロッコリーを植え付けをしていきますもし畝が複数隣接している場合白菜と同じように千鳥状になるように植え付けをしていった方がいいと思います、はい、1本目出だし例えば境界から5 0ンチ離れているのであれば次は境界から7 5ンチ離してください。はい なるべく千鳥所に植え付けをした方が風通しも良くなりますし葉っぱなども今後大きく展開した時にかぶりにくくなりますはい。で植え付けをする穴を掘っていきます苗を引き抜きます根っこを確認しますはい。ここで肺軸と塩交わったところまで落としていきます周りの土を寄せます手でしっかりと鎮圧をしますはい。これの繰り返しになります ブロッコリーの株間なんですが早生タイプ早く収穫できるタイプは45センチでで大丈夫です。今後1月2月3月ともっと時期を置いて大きくなって年をまたいで収穫をする、まあ、2月3月取りのブロッコリーは5 0センチぐらい株間を開けていただいた方がいいと思います。 はい、こちら植え付けが終わりましたこちらの白菜と同じように不織布を使って害虫対策をしていきますこちらの白菜と同じようにブロッコリーキャベツも粉がアオムシ今後はハスモイオウトまたシンクイムシ他にもアブラムシなども飛んできます不織布は網目がとても細かいのでこれがあればまず虫は入ることはないと思います。はい、上にかぶせていきます これもこウネの両方ともズレがないように均等に被るように見てください。私が使っている不織布の横幅1メートル50センチです。ウネが60センチが2本あります。そうすると両方とも苗が大きく今後葉っぱを広げて展開して上の方に立ち上がってきたとしても隙間は開きません。ある程度 もう収穫間近になってきた頃になるとさすがに上は持ち上がるんですけれどももうその頃は寒さが来ているのでこの中に食害をするような成虫が蛾の成虫などは飛ぶような季節ではなくなりますのでとにかく今の小さな苗のうちだけ守るようにしていきましょう。でちょっと一部あの辺が少し 穴が開いているところがあったんですけれどももしあのような小さな穴があった場合ですね皆さんそこはうまく工夫をして何かこう糸などを使って何、えー、か対策をしてみてください私も後であれ穴塞いでおきますちなみに小さな穴一つだけ開いてあったとしても粉がはそこを狙って入り込んできますので注意をしてください 同じように飛ばされないように畑の土を使っておもしがわりで裾をかぶせていきますこれから台風などが来てしまうとこれ振り回されてしまいますよねしっかりとこの出だしと終わりのところ特に四つ角などは飛ばされやすいので気持ち多めに土はかぶせておきましょう湿っているうちは重いからいいんですがこれ乾くとすごく軽くなるんですよね 反対側も同じように被せていきます。少し長い方は内側に織り込んでいただければいいと思います。はい、こう風が吹くとちょっとこうよれてしまいますよね。こんな感じになって、もっと台風はすごいですからあっという目飛ばされてしまいます、はい。なるべくピンと張りつつ、なおかつ。 張りすぎないように、これあまり張りすぎてテンションをかけてしまうと、逆に風に飛ばされてしまうんです。程よくパサッとかかっている状態で、でその上から土をこのようにかぶせていただければと思います。はい、出だしと終わりが土でかぶせ終わりました。今度両サイドの裾、土をかぶせていきます。歩幅1歩分、1メートル以内に抑えてください。えー、ここも同じように土をかぶせていきましょう。 歩幅一歩一メートル以内土をかぶせる。はい。はい、で、今度反対側に回っていただきます。はい、こちらも裾土をかぶせていきましょう。はい、歩幅一歩。で、これから台風がやっぱ心配ですよね。 この防虫ネ、ね、ト、この不織布1枚上にかぶせてあるだけでもし大型の台風などが来た場合風でこの苗が揺さぶられるのも抑えることができるんです。害虫だけじゃないんですね。もし大型の台風が来てもこの不織布の上を流れるように風を受け流してくれるのでこの苗は振り回されることがないんです。 で,土で収まれてますから苗を押さえつけてる形になります。えー、ですでがこの今後このブロッコリーとキャベツは成長するとこの不織布を持ち上げるように大きく均等に葉っぱを伸ばしてだんだんと上に立ち上がってきますので上にベタがけをしたから大きくなれないということは心配はありません。 はいいかかがだったでしょうか今日はキャベツとブロッコリーを植え付けをしてから不織布を使って害虫対策をしてみましたこれどうでしょうか皆さんが今まで例えばアーチパイプを使って防虫ネットをやっていた方がほとんどだと思うんですけれどもこれは春にやるやり方と同じになります。今でででももも使っても特ににに野菜に差し支えなく順調に成長すするることができるんですけれども やる手順としてはアーチパイプを使って防虫ネットアーチ状にかけて飛ばされないようにパッカーで止めてまた紐などをやったりとか杭などを使ったりという手間は一切ありません。不織布を伸ばして両サイドただ土でかぶせるだけです。片付けるときはただ土を払いのけてまたくるくるくるっとまとめて紐で束ねてしまっておくだけなんですけれどもどうでしょうか。 こういったやり方もありますので、まだやったことない方いましたら、ぜひやってみてはいかがでしょうか。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。